茨城県道249号山形水府線、日立大宮市、諸沢茨城県道249号山形水府線は茨城県日立大宮市から日立大田市に至る一般県道である。一部、二階通区間がある。茨城県日立大宮市から日立大田市を東西に結ぶ一般県道である。起点、終点の自治体名は、 平成の大合併によって解消し消滅したが、本県道の路線名称はそのまま継承されている。両市境は、急峻な闇溝山地によって阻まれており、普通区間となっている。1993年4月1日、前進にあたる県道を売り橋、山形線は、一部区間が国道461号に昇格したことにより同日廃止されて、残存区間である。 県道日立大田大井湖線交点から県道日立大田烏山線交点までが新たに山形水府線として路線認定された。1995年に整理番号249に変更され現在に至る。未開通区間があるため地域間の連絡道路となっておらず、いわゆる盲町線である。共用済みの県道の大部分は日立大宮市、諸沢地区にあり。 同地区の生活道路になっている。一方、日立大田市川の区間はわずか数百メートルほどでしかない。福院は全区間センターラインのない位置から1.5車線の道路で山奥になるほど道は狭い傾斜路となって行き、最小福院2.8メートルの車同士のすれ違いが困難な道となる。採用部の2.1キロメートルの区間は、 連続雨量220ミリになると通行止め規制となっている。本県道は、諸沢川沿いの山間部にあり、沿線は自然に囲まれた集落が点在する。普通区間部に近い西用部は、崖沿いの斜面に道路があり、線形が悪く高低差もある。本路線の普通区域は、地割り自然環境保全地域で、両線の西側各所で垂直に、 近い岩の崖斜面となっている動植物豊かな自然地域である。福音、曲線半径、勾配その他道路の状況により最大積載4トンの普通貨物自動車が通行できない区間。ありがとうございます。